ニコラス・ヨハネス・ローゼンボームは、オランダの画家である。風景画や海洋画を描いた。現在の北ホラント州のスヘリングワウドに生まれた。当時アムステルダムの代表的な風景画家、アンドレアス・スヘルフハウトに絵を学び、1835年に、スヘルフハウトの娘と結婚した。4人の子供が生まれ、娘のマルガレータ・ローゼンボームは、生物画、特に花を描くのが得意な画家となった。 1846年にハールレムの美術学校リーステ・ファン・フェルツェンラーがいる。ありがとうございます。